みなさんこんにちは、富士日本語学院の千恵里先生です。今日は何時ですかを勉強します。それでは始めましょう。それではまず何時の言い方を勉強します。繰り返して言ってください。1時、2時、3時、4時、5時、6時、7時、8時、9時、10時、11時、12時。はい、ここで注意です。4時、7時、9時は発音に注意してください。4時は4時じゃありません。7時は7時じゃありません。9時は9時じゃありません。気をつけましょう。次に皆さんはここの数字を見て何時を答えてください。何時ですか？3時です。何時ですか？5時です。何時ですか？1時です。何時ですか？9時です。何時ですか？7時です。何時ですか？12時です。何時ですか？6時です。何時ですか？4時です。何時ですか？10時です。それでは次に何分を練習しましょう。繰り返して言ってください。1分、2分、3分、4分、5分、6分、7分、8分、9分、10分。ここでも少し注意があります。1、3、4、6、8、10の時は分。2、5、7、9の時は分。質問の時は何分と言います。注意してください。それでは皆さんはここを見て言ってください。何分ですか？6分です。何分ですか？1分です。何分ですか？2分です。何分ですか？10分です。何分ですか？9分です。何分ですか？15分です。何分ですか？23分です。何分ですか？43分です。何分ですか？57分です。はい、できましたか？